皆様こんにちは、杉山飛鳥です。今年も無事に受験のプロに教わるソムリエ試験対策講座2021年度版が出版されました。それに合わせて5月からレッスン動画も随時配信していきます。本書は45章450ページぐらいの分量になっているんですが、それを約30時間の動画にまとめました。短い章だと10分ぐらいの動画になる章もあるんですが、長い章だとやっぱり2時間以上の講義になったりするんですね。でもそれだとお勉強しにくいので、その長い章の間でも大体15分ぐらいの間隔で区切って、皆様お忙しい時間の中でお勉強する時に15分間隔ってすごく勉強しやすいと思うので、朝の15分だったり夕方の15分、寝る前の15分みたいな感じでお勉強していただけるようになってます。本来は、テキストを持ちながら動画を見るというお勉強のスタイルというのが、一番学習としてはいいのかもしれませんが、耳だけで聞いても勉強できるというぐらいに解説を丁寧にしていますので、例えば移動の時間帯、車の中での時間に聞いてもらうとか、あとは家事をしながらとか、ながらで音を流してもらうだけでも、それを繰り返し聞くことによって覚えられるような動画にしております。皆さん、45章約450ページの内容を詰め込んだ約30時間の動画で、私と一緒に合格へ向けて頑張っていきましょう。